アツシチへようこそ、トマチです。ということで、皆さん、この部屋、気づきますでしょうか？そうです。ビリヤード台が、なくなりました！今までありがとう。ということでね、ビリヤード台をですね、まあ、撤去いたしまして、まあ、理由といたしましては、まあ、いろいろメインチャンネルの方でもね、言ったんですけど、まあ、でかいと。前のね、家、リビングがなんか30畳ぐらいあったんですよ。なんでね、全然ビリヤードできたんですけど、ちょっとここはね、まあ、そこまでは広くないので、やろうと思ったら本当にもう机のど、あ、違う、リビングのど真ん中に置かなきゃいけないっていう状態だったっていうのが一つと、まあ、あと結構汚れてきたっていうのと、あと机としてのこう、ポテンシャルがやっぱちょっと低い。当たり前なんだけど。とかもありましてね。で、ベルちゃんもね、最初はビリヤード台の穴とか入って遊んでたんですけど、それもできなくなってきたっていうことで、まあ、潮時かなということで、まあ、約で2年ぐらいお世話になったんですけれども、ちょっとお別れということで、本当にありがとうございました。ということでね、まっさらです机がありません逆に、今もう逆にね、机がないんでね、どうしようかなって思ってるんですけど、まだなんかちょっとおしゃれな机買いたいなっていう、そういう気持ちです。よいしょ。はい、ということでね、今日は今から、ルン君が来て撮影をするので、はい、今日はね、ルン君が来て一緒に撮影するので、ちょっとそのビリヤード台がなくなった時のね、まあ、様子というかを、ちょっとねカメラで撮りたいなと思います。じゃあバーンということで、ビリヤード台がなくなった時の反応、あ、ちなみに撤去するってことはあのみのりんにもるんくんにも伝えていません俺が突発でもう勝手に、撤去しました。はい、なんで2人はねまだビリヤード台があると思ってるんで、はい、ちょっとどんな反応するか楽しみですね。ということでレッツラGO! じゃあ、ルン君来たっぽいんで、ここで待ち構えたいと思います。果たしてだな。果たして。行っちゃった。いや、そんななくなるやつじゃないんで。なんか気づいたらなくなっちゃってさ。え、ビリヤード台？うん。盗まれたの？うん。大回答だよ。ビリヤード台だけなくなっちゃった。え、朝起きたら？うん。テーブルな。床で食べる。うん。マジ？そう。なんかちょっと悲しい。なくなっちゃった。いざなくなる。もう買いません、机なんて。もったいな。だからあんだけコメントでビリヤード台で食べるのどうなのって言われてたら、いざなくなるはい、ということでビリヤード台が消えてるドッキリでした。え、ドッキリなの？戻るの？ドッキリでした。いや、僕手伝うの嫌だよ、戻すの。嘘です。本当になくなりました。本当に盗まれました。さよならしたわ。もったいな。でもビリヤードもできないし。あ、まあね。まあね。もったいないなって気持ちはあったけど、あまりにもでかい。ああ、確かに。あまりにもでかかったでしょ。だってこんなになるんだよ、スペース。確かに、邪魔って言われたら邪魔です。邪魔って言われれば邪魔なんだよ。次の机は未定です。あ、まあ未定。まだ買ってません。ポーカー台とかにしたら。ポーカーテーブルにするか。もう同じ。確かに。ポーカーテーブルにするか。そうだったらね、まあみんなね、遊べるし。なんかコストコに売ってるっぽいからね、2万円ぐらいで安いやつ。それ買うか。はい、と思います。はい、じゃあ次回の机にご期待ください。はい、ありがとうございました。